はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございまして今見けたんですね。カブカブ。<laughs> はい、皆さんどうも、おはようございます。沖縄おばばです。こんにちは。はいえ。まあ、朝もちょっと、あの、触れた、触れてないですね。この件については。えー、まあ、興味深いニュースが本当にいっぱい出てきてます。これ、果たして成功するんでしょうか 実は何回かこれやってるんですよ、過去に。で、またから、また今日やるとか言ってるんですけど、成功するんでしょうかね。はい。えー、福ちゃんの、はい。福ちゃんの2号機のデプリですね。はい。デプリの取り出し。はい。えー、耳かき1杯分くらい。 はい。取り出す予定だということでございます。はい。もちろん、あロボットアームを使ってです。はい。え死、ー、んで、あのー、用意しちゃいますからね。ロボットアームじゃないと。でもね、過去に何回かやってるんですよ、これ。過去にね、試験的に、まあ、取り出そうとして、全部すべて失敗してます。 はい、過去に試験的にね、えー、言わせてもう一度言わせていただきますけど、えー、やってるんですけど全部失敗してます。デプリの取り出しどうしてかわかりますかえっ、ー、とねもちろん人は近づけないんですけどねあの4しますからはい。 え、速攻4しますからね。えー、それで、まあ、機械だったらいいんじゃないかっていうことで、今までね、耳かき1杯分くらいのデプリをね、取り出そうとして、いろいろやってたんですけど、あまりにもね、線が、はい、線がね、高すぎちゃって、線の量が高すぎちゃって、全部中に入れた途端 動かなくなってるんですよ、これが。アームが、機械のアームが、どれだけなんだよっていうお話ですよね。はい、もうどれだけ、どれだけっていう、どんだけですかっていうことなんですよ。わかりますで、えー、まあ言わせていただくとね、アルプスのお水ですね。アルプスのお水はこの、ね、機械でさえも 一瞬で壊れてしまう、うー、まあ、高いね、線ですね。高い線のね、量の、塊に、あのー、水をぶっかけてるんですよ。はい、冷やしてね。で、そのぶっかけたお水、はい、もちろんね、えー、高いね、えー、線量になってますよね。高い線の量になってますよね。はい。 これを一応露化して海に流してますよっていうことなんですけど、誰がどう考えても全部露化できるわけないんですよ。はい。えそういうことです。はいえ。これ、まあ言ってますからね。もう何,何、何、何回もこれ上げてますからね。はい。まあそういうことなんですね。で、今回もやるって言ってもう一回、あの、チャレンジするみたいなんですけど、ロボットアームでね。今までことごとく失敗してきました。 はい、もう本当ね、こんなことやってないでね、早いとこね、あの、せきしちゃった方がいいと思いますよ。わかりますよね、言いたいこと。こんなこともね、えー、変な話ですけど、永遠に、永遠にね、えー、線の量がものすごい高い水がで,でき続けるんですよ。 なんで、ほんと、いい加減に石管した方がいいですよ、石管。まあ、石管でもね、えー、何十年に一回かね、えー、コンクリートで固め直さないといけないんですけど、えー、これ、わかると思うんですけどね、知ってる人は。何十年に一遍かね、コンクリートでもう一回まあ、あ固め直さないといけないんですよ、石管の場合でもね。でも、水管よりはね、はい、水管よりはまあ、全くマシなんで、 はい。デプリの取り出しとかね、えー、そういうことしなくて済むんでね。はい。わかりますよね。で、お水じゃぼじゃぼね、海に流してね、他の国からね、嫌がられるっていうこともなくなるんですよ。もうほんとね、えー、頭がおかしいとしか言いようがありませんね。はい。えー。ダメですね、本当に。 もうほんとダメだと思いますよ、はいまあ、理由はいくつかあってね、石管しちゃっても、石管するとね、まあ、その、まあ、10kg ぐらいかな、四方はね、まあ、進めなくなるんですよね。はい、高いんで、はい、線の量がね、高いんで、まあ、進めなくなるんですよ。それ、まあ、ねえー、チェルさんですね、チェルさん。わ、はいえー、かると思いますけど、はい えー、ごめんなさいね。インゴばっかりでね。チェルさん見れば、ああ、ここら辺はわかると思います。一応、あの、住んではいけないということになってます。えー、まあ、10キロだか20キロ四方はね。はい。線の両0がね、めちゃくちゃ高くなるんでね。で、10、何十年かに一遍は、セメントで固め直しです。まあ、しょうがないですね、これはね。ただし、まあ、 水管するよりはね、まあ、いろんな面から見ると、まあ、いい、いいんですよ。ある意味ね。あの、なんていうのかな。あ,あいろいろ、えー、他の国から文句言われるということもなくなりますし。で、デプリをね、まあ、こうやって取り出さなきゃー、みたいなこともなくなりますしね。はい。ええー、ま、あそういうことでございますね。まあ、ほんとね、 考え方が間違ってるなと思います。この抜本。はい。わかりますよね。そういうことでございます。えー、もうほんとね、頭痛いなと思ってます。はい。で、えー、またテス、ま、またね、取り、取り出しの、まあまあ、再度トライするということで。はい。 これもう、去年、去年じゃないな、今年に入ってからかなあ、一回これをやろうとしてね、失敗してるんですよ。で、何度もやってます。でも、そのたんびに失敗です。はい。えー、まあ、理由はね、先ほども言ったように、まあ、線の量ですね。線の量。これが高すぎちゃって、機械でもぶっ壊れるんですよ。<laughs> もう、笑い事じゃないんですけども、泣きたくなるんですけどね。 そういうレベルなんですよ。はい。で、えー、まあ、今言われてるね、あの、アルプスのお水なんですけど、ここのぶっ壊れるような高い線量の、まあ、燃料にね、デプリにね、えー、水をかけてて、その水なんですよ。はい。<laughs> まあ、だ、誰がどう考えたってまずいでしょうってことですよね。<laughs> 本当に誰がどう考えてもまずいです。 はい。まあね、もう、もう本当ね、えー、頭が痛いなと思います。こういうのをね、見ると。だから感情論じゃないんですよね、もう。感情で、まあ、なんていうのが動くんじゃなくてね、理性で動かないといけないんですよ。はい。わかりますよね、まあ。 席棺、えー、とかしちゃうとね、あのー、故郷に帰ってこられない人がね、何十キロはね故に、故郷にね、帰れなくなるからとか、そういう感情論で動くようなことではないんですよね、これね。はい。えー、もうちょっと理性的になりましょうよ、日本人ってことなんですよね。もう感情をね、感情主体で動くとろくなことにはなりません。はい。もう理性で動かないといけないんですよね。 えーでまた今回またデブリの取り出しです。えー、成功するんでしょうかね。まあ本当に耳かき1杯分ぐらいを取り出すのにこうやって難関にもう苦労してるわけなんですよ。はい。なんせ、えー、機械も入れた途端壊れますから <laughs> もう泣きたいですよね。これ成功するんでしょうかね。いつ成功するんでしょうか。 本当にね、皆さん、こういうことなんですよ。なんで、まあ、パツのね、パツの原産は作らない方がいいですね。あの、災害大国なんで。まあ、地震がね、稀な国とか、あんまり起こらない国だったらね、えまあ、揺れとかね、その、波とかがないと、国だったらいいですけど、まあ、揺れとか波とかがね、えー いつ来てもおかしくないような国はもう本当とやめた方がいいですよ、これ。ね。また再稼働だって言ってるんでね。頭痛いです、本当に。はい。まあそんなわけですね。まあ皆さん、昆布だけは用意しておきましょう。はい、昆布だけはね、出ないとね、あのー、私みたいにね、甲状腺と副甲状腺にね、結節できちゃいますから。はい、結節できちゃってるんですよね。<laughs> はい。 なんで、えー、皆さんね頑張りましょう。はい、えー、昆布だけは用意しておいてください。昆布茶じゃダメですよ。はい、昆布茶とか粉末昆布じゃね、量大量ですからね。はい、量大量になっちゃうんで、えー、昆布の乾燥品が一番です。はい、えー、まあ何かあった時ね、1日10センチ、1日10センチ四方をいただくと。 まあ、こういったね、私みたいに結節ができたりしなくなるということなんでね。はい。皆さん、頑張りましょう。はい、えー。そういうことでございます。まあ、ね、本当ね、これもね、まあ、貼っておきたいんですけど、貼っておきたいんですけどね。はい。えー、そういうことでございます。もう、ね、本当ね、アホらしいですよね。アホらしいです。 お分かりになりますでしょうかね。こういうことを、まあ、日本の上層部はね、コスト、コストの関係でやってるわけですよ。もう、もうね。はい。そういうことでございます。もう、コスト市場主義はもうやめましょう。ね。 えー、それからですね、あと、まあ、これもね、まあ、先ほどのちょっとお話なんですけど、えー、パックご飯ですね、パックご飯。はい。まあ、これのお話がやっぱりヤフーさんに出てました。もうかなりのスーパーが、かなりのスーパーがですよ、パックご飯だけになってるみたいですね。販売されてるのが。 これもヤフーニュースです。なんで、えー、まあ今日のねコメントで、いや、うちの近所のスーパーはね、えー、いろいろ 5kg 米とか売ってますよみたいなコメントあったんですけど、買っといてくださいね、そういう地域の方。はい。そのうちみんなパックご飯になるんじゃないかなと思います。はい。えー、パックご飯ちょっとね、私はご遠慮したいです。 えー、変な話で私雑穀米食べてるんですよ。で5穀米とか16穀米とかね、えー、そういった、あのー、市販のものじゃなくて自分でブレンドしてるんですよ。はい。自分でハトム麦と緑豆をねブレ,ブレンドしてそれを炊いて毎日ご飯にしてるんで、えー、できなくなっちゃいますからね。はい。 そういうことができなくなってしまうんで、やっぱりね、やっぱ自分の健康維持にはね、えー、このハトム麦ですね、ハトム麦ですよ、えー。おばばちゃんのね、えー、お顔、はい、皮膚綺麗でしょツルッツルでしょしミしはあんまりないでしょこれ、ハトム麦なんですよ、ハトム麦。はい、えー、食べてます、毎日ね。えー、だいたいね、えー、1合に大さじ2杯ぐらいかな、ハトム麦。 で、えー、まあ緑ともそのぐらい入れて炊いてます。結構結構なるようなんですけどね。えー、いいですよ本当に。まあ、こういったねハトムギとね緑とのブレンドご飯なんてね、えー、どこも販売してくれませんので。はい。えー、なんでねやっぱりあの変な話ですけど、えー、1日にねまあ0.5合ぐらいしか食べないんでねご飯ねまあ今のところまあ全然余裕なんですけどね。 えー、ということで、えー、まあ、なんていうのかな。そういったね。そういったパックご飯はい。こちらの方もね、もう、とんでもないことになってきてますね。今ね、世の中。はい。えー、何が入ってるか分かんないですからね天。天下の物とかね。パックご飯ね。はい。まあ、それが、ちょっと、目的なんかな。 って思うこともありますけどはい皆さんよく表示を見て変えましょうね。あまりもうそういった点下の物ッが入ってるようなものは控えましょうね。ということで、えーまあ、あ、ね、こちらも Yahoo さんでした。両方ね、検索して見てみてください。よろしくお願いいたします。それではまたごきげんよう、沖縄おばばでした。 yeah